ちは柴田です。今回はギブソン SG スペシャル72年製と2016年製を鳴らし比べていきたいと思います。 SG スペシャルかっこいいっすよね。これやっぱね、ミニハムがね、僕はね好きなんですよね。2016年製、こちらはですね、まあ、そんなにね引き込んでるわけではないんですけれども、鳴りが良くてですね、非常に気に入っている一本です。でこちらはですね、ネック折れ等々があるんですが、まあ戦いの証という風な感じで、百戦錬磨感がすごいですね。まあ72年なんで本マホです。非常に綺麗な木目になっております。ブリッジがね特徴的ですよね。ペグは多分ねオリジナルだと思うんですけれども、全然状態良くていい感じです。ではまずね、生音からねお聞きいただきましょうかね。フェイデッドなんで、まあ、塗装がねないんですよ。でしっかりね木が鳴ってるという風な感じで、ネックもねすごい太めなんです。これねコンデンサーを、ね、5種類ぐらい千葉管楽器でマイスターにちょっと試してもらって、一番気に入ったものを乗っけてます。もともとはねちょっとねこう抜けがこうカラッと感が、この生音こんないいんだけど、ちょっとアンプ通すとねいまいちなところがあったんで、まあ、それをね解消したというふうな感じです。いや、いいっすよね。これはなかなか当たりの一本だと僕は思っております。そして72年、ちょっとねズシンとします。印象的にはねちょっとねなんかねオイリーな感じなんですね。リフィニッシュしているんでしょう。ちょっとラッカーがね若い感じが、うん、特徴としてはね、ネックの硬さ。ちょっとオイリーな感じっていうのは、なんとなく生音でわかりますでしょうか。こっちの方がしっとり感がありますよね。やはりですね、木はね、素晴らしい。やっぱカチッとしてますね。一音一音がカチッとした感じ。ではでは、アンプ鳴らしていきましょう。ではリアからいきます。いかがでしょう。ちょっとカラッとした感じで、抜けもいいっすよね。ミニハムの良さがね非常に出てるな。コンデンサー変える前はねここまでね抜けなかったんですよ。ミックス、フロント、これはね引き込めばねさらに育つと期待の一本です。ではでは72年いきましょうかね。このね70年代のねミニハムねいいっすよ。ではリアからいきます。毛色は似てますよね。でもレンジはねこっちの方が広い。パワー的にはねちょっとおとなしい。でもレンジが広いんでねキャンって出ますね。
なんだけど、ウッディーさがね、毛色が若干違いますよね。塗装の違いもね、結構大きい感じがしますね。このね、なんかコーティング感がね、やっぱね、うん、素晴らしい素晴らしい。まあでも現代物もね、負けてないっすよ。いいっすね。ちょっとね、オーバードライブかけてやってみましょうかね。チューブスクリーマというか、まあ、しっとり感がね、やっぱね、ありますよね。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、非常にね、面白い比較だったと思います。それぞれにね、良さがあると思いました。まあ、フェイデッドはね、やっぱね、生鳴り含めね、いいっすよ。コスパね、本当にいいと思います。このスペシャルって結構ね、ネックの太さがね、それぞれなんですよ。年代なのかね、わかんないですけど、全然違うんで、まあ、好みのものをね、探すのも面白いかと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。